はいどうもチョビツキーズの俊介です。今日もチョビツクケンドン A かいちゅうことでチョビフトヴァンフォーレ甲府勝手にレポート始まりました。本日勝手にレポートしていく試合はこちら、J2 リーグ第5節ですね。3月19日日曜日に行われましたファジアーノ岡山戦、シティライトスタジアムはアウェイでのゲームとなりましたね。こちらの試合なんですが、前節甲府は初勝利を挙げてからの試合と、大事な試合ですね。勝利の後の試合はどうなったか、3対2で、見事打ち合いを制したと。これで連勝、前節初勝利からの今シーズン初の連勝というところで乗ってくるんじゃないでしょうか。そんな今日の試合の評価はチーム評価ですね、7点とさせていただきます。ではそんな試合が、どんな内容だったかこの後話していきたいと思います。まずですね、スタメンですね。スタメンは1枚変わったっていうところかな。こちら右サイドですね。武富選手が、ちょっと怪我をしてしまったっていうことで、そんな大きな怪我ではないと思うんですが、外れてしまってですね、鳥海選手が入ったと。武富選手非常にこう 2ゴールも奪っていてね、調子のいい状態だったのでちょっと残念ではありますがね、鳥海選手も全然調子いいしね、全然不安はないかなというところ。あとは宮崎選手がベンチに入ったよっていうところも試合前の情報としてはありました。で、岡山はここまで負けなしと。そして、可変をしてくるチーム、こう基本フォーメーションはこんな感じですね。4-1-2-1-2みたいな、2-1-2だね。だからもうシャドウこういう感じだよね。4-1-2-4-1-2-1-2っていう感じのフォーメーションで、ここ5試合甲府は1勝0分け4敗と非常に岡山を苦手としている。もう去年の開幕戦の印象がでかすぎるよね。いきなりチアゴ選手にね、なんか 50m ぐらいのロングシュート決められたけど、でボコボコにされて4失点。いやあれを思い出してしまいますが、でキャンプでもね試合していて45分間で4点だか3点取られた甲府はね。でボコボコにキャンプでもされているというところですので、不安はかなり大きかったですね。であとは、ただ甲府が守備は安定してきてるっていうのはだんだん俺は見てて思ってきているので、その辺がねどれだけ岡山の攻撃を抑えれるかっていうのも一つ楽しみでしたね。であとレフェリーがイングランド人っていうことで、国を越えた交流っていうところ、審判交流、 J リーグでの日本人審判はイングランドに行っていて、イングランドの審判が日本に来ているっていうところで、こういうのはいいよね。面白かったですね、こういうところはね。で、あとはなんといっても桃太郎ダービーだよね。別に誰も言ってねえけど、やっぱ岡山は全国的に有名な桃太郎というの聖地と、桃太郎の聖地、誕生の地で、甲府じゃないや、山梨ね、甲府というか山梨は大月にね、実はね、ありますからね、桃太郎伝説がね。そんなところで俺は勝手に桃太郎ダービーと銘打って、勝手に俺の中で岡山戦はいつもそう思っているんですが、そんな試合前半、もう3分にいきなり先制しましたね。もうこのいきなりの先制シーンですけど、これはもう別にその特に解説うんぬんじゃないですよね。もう前線で、これそのボールをねすぐに奪って、カウンター、ショートカウンターでのゴールってとこだったんですけど、まずこれ須貝選手が突破して中にこうの鳥海選手にボールを預けて、でこの鳥海選手がね、もう早い段階で縦に、三谷選手が裏狙ってたのか、狙ってたというか三谷選手に縦に出したんだよね。このね、すぐに縦に出すってやっぱ判断、速攻を掲げている甲府の中で、こういうやっぱすぐに縦に出すって判断良かったよね。これ、キーパーに奪われてしまって、でキーパーが相手のアンカーにボールを出したところでちょっとトラップが乱れたところというか、品田選手もこれ狙ってたって試合後言ってましたけど、ここで品田選手がハイプレスをかけてちょっとプチュッと足に当てたものが宇高選手に渡り、そのまま品田選手が、前に走り出してって決めたところだよね。
だからこのシーンだけ見ればすごく綺麗にショートカウンターはまって、品田選手の本当プレスに行くタイミングと、やっぱこのアンカー1枚アンカーを狙っていたっていうところ、これが良かったんだけど、その前のこのやっぱそのシーンも良かったなって思います。鳥海選手が縦に早く判断したことによってキーパーに奪われてしまったけどっていうね、やっぱりこれがあったからこそですしね、だからこれは俺はすごく良かったんじゃないかなというふうに思います。で、まあ立ち上がりからかなりお互いね激しい印象から入ってね、あの本当試合展開的にも面白い展開で、でただまあその後は結構もう岡山がボールを握る展開で、甲府はまあ、ショートカウントが狙う展開、まあ、当然甲府は堅守速攻を掲げてるから、こういう試合展開がね今後も増えてくるとは思いますが、ただちょっとセカンドボールをね拾えずに二次攻撃三次攻撃を受けている、もうポジションも70向こうは超えてるみたいな状況だったんですが、シュートは打ててる、やっぱりだから堅守速攻だよね、固く守ってボールポジションは相手に、まあ、持たせてるっていうイメージね。やっぱりこういう戦い方甲府はまあ、昔からまあやってるっちゃやってる攻撃だからね、それがまた篠田監督になって形になってきているっていうのはいいことなんじゃないかなとは感じますがね。でまあその後徐々にねヴァンフォーレもね、奪えるポイントというか奪う部分がちょっとずつこう良くなってきたっていうかね、奪うタイミングというか奪う場所ですね、深い位置じゃなくて中盤以降前線で奪えるようになってきて、すぐにシュートまで持っていけるっていう状況を作っていて、で、まあ、流れが甲府に、まあ、甲府に完全に来てるわけではないけど、ちょっとずつ良くなってる印象を受けていたんですが、そんな中でもやっぱ岡山は、まあ、ネガティブトランジションが早くて、甲府は結局なかなかボールをつなげないと、奪ってせっかくつなごうとしても、まあ、岡山の本当守備の切り替えが本当に早くて、でそこでまた奪い返されるっていうところの繰り返しだったんで、なかなか甲府はこう先制したはいいものの、なかなかこう追加点というかねいい形を作れない中で、まあ、徐々に甲府が地高ボールをゆっくりでも動かせるようになってきた、まあ、岡山の、まあ、プレスに慣れたっていうのもあるのかな、こう甲府も選手間の距離がよくダイレクトでパスがつながるようになってきたと。ただその後ですね26分に失点してしまって同点に追いつかれた。でこのシーンなんですけど、まあね、こっちのまあフリーキックからこうポーンとやってパーンって決められたわけですけど、じゃあそのフリーキックはどうやって奪われたかっていうところなんですよね。まずね、まずそのセットプレーをどうやって与えてしまったかっていうところがやっぱり一つ大事なポイントになるんですけど、まあ、最終ラインの柳選手からのロングフィードだったんだよね。まずねきっかけはというかね、まあ、この辺でこうボールをね甲府というか岡山選手が回していて、甲府もねしっかりこう相手のこうパスコースを限定しながらっていうところだったんで、岡山もこう前になかなかつけれない、最終ラインでこう回してっていう状況が続いていた中で、柳選手が1本ロングフィードを蹴ったと。でそれに対してムーク選手だったかなが競りに行ったところ、マンション選手が激しく競ってファールを与えてしまった。でそこからのフリーキックでしたね。だからまあこれはチームが崩されたとかいうわけではない、これロングボール蹴らせたところは良かったと思う、守備としては。だって相手に縦パスを入れさせないでしびれを切らして、柳選手がロングフィードを蹴ったっていうところ、まあ綺麗なロングフィードだったから、うまかった。だからこうしびれを切らせてというのか、蹴らせたっていう言い方もどうなのかも分からんけど、でもだから悪い守備ではなかった。ただやっぱここで少しマンシャ選手がムーク選手とこうちょっと距離を取ってたがゆえに、ヘディング競り合うタイミングが遅れちゃったんだよね。マンシャ選手がこう行くタイミングが遅れてしまって、ガンって激しく行ってしまったんだよね。まあここはだから個だよね、個人こうちょっと激しく行き過ぎたかな。でも別にそれはね、チャレンジに行った結果だからね、悪くはないと思うよ結局は。だからここのシーンはな、きっかけはこういうきっかけではファール与えてしまったけど、でも悪い守備じゃなかったかなと。じゃあ何かって言うと、やっぱりそのセットプレー自体がやっぱりね、もうこれまず最初の立ち位置見ると、まあ岡山の選手がファーに4人、5人だかいたのかな、甲府の選手がファーに4人しかいなかったから、1枚足りてなかったんだよね。でニアに、岡山選手は1枚で、中央に1枚で、ファーに、5枚だったかな。
で、甲府は、ニアに1人、4人、1人、中央3枚。で、3枚が、すごい、あまりに余ってたんで、これもうちょっとファーにやっぱり人数かけてよかったんじゃないかなっていうところだったんでね。で、結局ファーにボール、それは蹴られるよね、当然ね。で、ここで競り合いのところで、マンシャ選手がちょっとソロモン選手に、ソロモン選手がちょっとこう手を使うっていうか、まあこれうまいよね、やっぱソロモン選手ね。あの、手をちょっと添えて、ジャンプさせない、マンシャ選手をちょっとジャンプさせない、ちゃんとジャンプさせないっていうところで、マンシャ選手がこう飛び切れずに、マンシャ選手の上を越えて、で、後ろにいた品田選手も足で出したんだけど、触れずに、その流れていったところを柳選手が決めたっていうところで、でちょっとこれはだから、まあここも個でね、マンシャ選手がちょっとソロモン選手にちょんって触られてジャンプできなかったっていう、やっぱ個で負けたっていうところもありけり、まあ手を使ってるからね、なんとも、なんともなんだけど、これ、VAR 入ったら、ファールになるのかもわからんけど、でも、やっぱり人数的な問題かなって思いますね。やっぱ中央3枚余っててね、ファーサイド1枚足りてなかったからこういうことが起きたんじゃないかなとは思います。だから、ここの失点の良くなかったシーンは、まあ、セットプレー与えるまでは別に守備は良かったと思うし、与えてしまってからのやっぱり立ち位置だったのかなと思います。ただ、その後32分で6分後ですね、すぐに追加点と。甲府は、また突き放したっていうところですけど、まあこれ岡山がね、ボールを最終ラインで、こう徐々に回していたところ、徐々にとか回していたところに、甲府が少しずつ詰めていって、で、相手のミスを誘ってというか、ボールを奪ってスローインにさせたところで、スローインにさせた後も徐々にこうプレスかけていって、で、ここで、バイス選手が、キーパーに戻したと。戻したところ、三平選手が全力でここプレス行ったんだよね。これも三平選手は、しっかり右も左も見て、これ自分が行っても無駄にはならないプレスだなっていうのをしっかり見てから、ここでキーパーのミスを誘えば、ボール奪えるぞっていうのを判断しつつ、トップスプリントでプレスに行って、やっぱりそれで、キーパーは、ここでトラップすれば、三平選手に、行かれるって思ったからちょっと流しつつ蹴ろうと思ったんだろうね。流したものがそのまま切れていったと。でコーナーキックだからやっぱこの三平選手のでかいんだよね。これが本当に一番でかい。今のチームでも今宇田坂選手がそういうプレーができない選手だから、ゆえに三平選手が本当にでかいの存在プレーが。でコーナーキックでこれ、これも品田選手の狙い通りって試合後言ってたけど、ニアに蹴ったよね。三平選手がニアに入り込んで、その後ろに井上選手、まあ、キーパーの前ですね、三平選手がこううまくヘディングできずに抜けていったところ、その後ろにいた井上選手がヘディングで、ヘディングしたね、やお尻に当ててゴールした。まあもう体で押し込んだ、もうこれは素晴らしいよね。そういったところで、追加点を生んだっていうところでしたね。やっぱりだからね、1点目も2点目も前線からのプレスで取ってますね、これね、得点ね、すごい素晴らしい。で去年のコーナーセットプレーから点取れなかったっていう課題も、もう今シーズンセットプレーから2点取ってるし、2点だよね今のとこね、だよね。だからもうすごいよ、今シーズンはすごいよ本当に。でやっぱマンシャ選手、井上選手は当然ヘディング強いことは分かりけりですけど、途中から入ってくる松本浩平選手、ジェトリオ選手も高いわけであって、もうここ4枚揃って、その品田選手とかいいキッカーも揃ってて、小林選手も揃ってて、これはねいいです、いいです、本当にって思ってたら45分に失点してしまったと。すごくこの辺ね、展開が激しかったんですよね。でこの展開、まあ失点なんですけど、まず岡山のロングボールですね。岡山のロングボールを、まあ、小林選手がヘディングでここまあ落ち着いてポンって落として、でそこに長谷川選手がいたんですね。で俺これね、まあ、長谷川選手の判断ミスとも言い難いけど、まあここフリーだったんでね、わりかし長谷川選手だからこうトラップできたんだよ、彼の技術なら。でも長谷川選手はやっぱ岡山のプレスをやっぱこの前半やっぱ嫌っていたというか、危ないシーンがやっぱり何度かあったんで、このポンって落としたボールワンバンして、ちょっとハーフバウンドで処理しづらいボールだったっていうのもあるけど、でも長谷川選手の技術なら俺はぴったり収めてしっかりマイボールにできたと思うけどね。でもやっぱり岡山のハイプレスを嫌っていたがゆえに、もう早くクリアしなきゃっていうところで、ポンってクリアした。ただ、これがね、隣にいた品田選手が、
あ、これはトラップして前向けるなって思ったからだろうね。そこ入る前にもう品田選手は前に出たんだよ。で、ここに、これによってね、ここのスペースが空いてしまったっていうのがまず一つあると思うんだけど、で、長谷川選手が、まあ、ポンってクリアしたの上にプーンって浮いて、で、まあ、どちらにしろ品田選手のところには行ったんだけど、まあ、それよりも先に相手に触られて、で、ここで、相手の、セントラルミッドフィルダーにボールが渡って、で、ここほら、品田選手が上がってしまったところが空いてしまったんだよね。で、ここに対して、まあ、ムーク選手かな。あ、これもう一人いたか。こうなってたか。ムーク選手が受けて、すぐにワンタッチで前を向いて、まあ、松本選手も下がってたけどね。やっぱりここ1枚品田選手、ここがね、結構甲府難度かっていうね。品田選手が上がっていて、まあ、松本選手も上がっていて、どっちかが上がっていたときに、そこ疲れってことはあったんだけど。でもムーク選手が前向いた瞬間、このソロモン選手がマンシャ選手と井上の選手の間でスプリントして、それに対してパス出して、いやー、でうまいこと挟んだんだけど、まあフィジカルとトラップでグッと前に出て決められた。ソロモン選手本当体の使い方、まあマジで強い上に体の使い方もうまいっていうところで、まあここも個でやられたよね。なんか崩されたというよりは個でやられたっていうところは感じるかな。まあ、ただ長谷川選手がそこでクリアしてしまったっていう判断は、岡山が前半続けていたプレスが効いたっていうことも言えるよね。前向きに捉えるとね、個でやられた、崩されてないっていう言い方もできるけど、でも岡山側からして前向きな意味合いとしては、やっぱ前半からずっとプレスをかけていたことによる長谷川選手が、あ、ここはトラップしたら詰められるなっていう意識が働いてクリアを選択してしまったと、選択させたと岡山側からするとね。で、それをうまく処理して、結局は、ゴールを生んだってところだったんで、まあチリツモじゃないけど、前半からやっていたことが身になったっていう言い方もできるとは思うけどね。ただ後半アディショナルタイムにまた3点目が生まれるよと、甲府の3点目が生まれましたよというところです。これも甲府は崩したわけじゃないというかね、まあ、最終ラインで回してて岡山のプレスをもう嫌って川田選手に戻して、で川田選手がもうダイレクトでポーンって蹴ったんだけど、まあこれ宇高選手と三浦選手はね、わりかしこう前線でこう、まあそんなに受ける準備はしてなかったんだよね。でもこのね、鳥海選手本当にね、ゴールキーパーのロングフィードをすごい狙ってんのよ毎回。この2人はちょっとまあ前に張ってる気味だったんだけど、でなんならオフサイド気味だったからね、川田選手がポーンって蹴った時に、まあ、三浦選手とか宇高選手はこう戻っていったと、ポジション戻そうとして、でもこの鳥海選手だけはこう2列目からこう飛び出していったんだよね。うまく飛び出して鳥海選手が先に落下地点に入って、柳選手にファウルを受けたっていうシーンだったんだよね。だこれは本当に鳥海選手のうまさが光った、こういう地味な、これだから地味なというか、これは本当に鳥海選手の良さ、ゴールキーパーからとかセンターバックからのロングフィードを2列目から裏に飛び出すタイミングがすごくうまくて、これも三平選手、宇高選手が前で張っていて、オフサイドラインだったから戻っていたんだけど、鳥海選手だけは2列目から前、入れ替わってたってことだよね。入れ替わってるって感じだよね。で、それをフリーキック得て、そこでフリーキックを品田選手が、まあ、うまいこと決めたと。品田選手がニアに、ね、相手のキーパーが、まあ、ポジションが真ん中寄りだったからニアを狙ったっていう言い方してたけどね。その上、まあ、やっぱ小林選手のキックを警戒してた感はあるよね、キーパーね。蹴る寸前にちょっとステップ、まあ、キーパー右に踏んでたから、よりニアが空いたっていうところ、やっぱ壁側をこうキーパーはこう壁を上を越えてくるって思ったのかな、外側を巻いてくるかね。小林選手が壁の上か壁の外側を巻いて壁の裏に落としてくるって思ったところを、小林選手、あ、品田選手でもステップ踏んだってことは品田選手がそこを蹴ってくると思ったのかな。でも品田選手は逆をついたというところで、すごく技術のいいゴールだったねと思います。で、まあ、前半でもう この状況だったからね。で、後半は、まあ、立ち上がりからあんまり前半と流れ変わらず、岡山がボールを持って、甲府がブロック作ってっていうところでしたね。で、まあ、岡山が、最初にフォワードを交代して、交代枠を切って、っていうところでしたけど、まあ、その後もね、甲府はじゃあその後に交代をして、関口選手
山本英臣選手が入ったのかな。まあもう守備を固めに行くというかね、落ち着かせるというか、ちょっと突破されてるシーンが多かったので、サイドね、っていうところを変えたりとかしていって、そしたら今度岡山がまた変えてきてっていう、こう交代、交互に交代していくというかね、うん、先手先手打ってみたいな流れが出てきて、まあ、だんだん疲れも70分ぐらいから見始めてきてね、お互いにミスが目立ってきましたけど、ただ、その後は岡山がやっぱ交代フレッシュで入った選手がフレッシュな動きで、まあ、シュートまで形を作り出してきていて怖いなっていうところは、うん、感じました。でもそんな中で、あ、そっか、山本選手はここで入ったのか。最初関口選手が62分だっけ、松本浩平選手と関口選手が入ったんだよ、2枚ね。で、ここで76分に山本選手とデトリュー選手が入って、これが非常に良かったね。守備が安定したのか、デトリュー選手は本当に守備にすごく貢献してくれたっていうところで、80分過ぎてから荒木選手投入して5バックで守ったと。このやっぱ5バックをやってきているっていうところで、篠田監督はまあオプションとしてこのフォーメーションをやっぱりやっていたっていうところはあるだろうね。これで守り切ったと。アディショナルタイム6分も守り切って勝ったよというところだったんですけど、この試合やっぱり、まず品田選手が個人が爆発したっていうところ、それは素晴らしかったし、まああと、徐々に選手間の距離がすごく良くなってきていて、まあ、ボールを握れるようになっていってたのかな。まあこの試合全部を通してね、これまでよりもよりこうボールを握れるようにはなってきているのかなっていうところでしたね。で、失点シーンもそのコンビネーションに崩されたりとかっていうわけではないのかな、まあ、セットプレーでの失点と最後はソロモン選手の個で突破されたっていうところ、まあ全体を言えばもうちょっと落ち着いて処理できればなっていうところではあったんだけどね。でも大きく崩されてはいないっていうところはやっぱり守備は安定してきているようには、まあピンチも当然いっぱいあったけどね、川田選手もまたファインセーブするシーンもあったりねしたけどもね、けども徐々に安定してきているのかなっていうところではありますよね。で、攻撃に関してもシュートまでいけてると、ポゼッションが本当に少ない中、しっかり縦に速いサッカーでシュートまでいけてるし、しっかり3点取れてると、でそのうち2つはセットプレーですよと、直接フリーキックとコーナーキック、セットプレーでも点が取れてますよっていうところ、うん、素晴らしい。で、1点目は形としてショートカウンターで失点、しっかり点取ってると。もう本当に篠田監督の目指す堅守速攻っていうのはだんだん、まあ、形になってきているなっていうのは感じましたね。まあ、ただあと1個ちょっと気になったのは、やっぱボランチの、まあ、両ボランチのバランスというか、やっぱりこの2人、まあ、若くてね、こうなんだろう、勢いはある、良さはあるんだけど、例えば岡山がこっちで攻撃を組み立てているときに、まあ、ちょっとこう寄りすぎている、2人の距離がこう寄りすぎているっていうところがあって、でこの辺、ここの辺のスペースがまあ空いてしまうんだよね。で、まあ、ここに対して相手のシャドウとか2列目の選手だったり、まあサイドハーフ、セントラルミッドルームが入ってきて、まあ、そこを使われるっていうシーンが、まあ、何度かあった。まあ逆もしかりだけどね、この2人がこっち側に寄りすぎててこっちが空くってこともあったけど、まあそこが若干気になったかな。だからやっぱ結構縦つけられるっていう、通されるっていうシーンは結構あった気はします。そこが若干、まあ若干つっても 2、3度あったぐらいかな、俺が覚えてる中で。でもその 2、3 度そういうシーンがあると、やっぱそこから崩されていくっていうところを考えると、やっぱり危ない、危険なシーンと言えるかなとは思いますけどね。まあとはいえ、だんだん内容も良くなってきていて、しっかり勝ったっていうところは、今後もまだまだ期待できるんじゃないかなというふうには思っております。はい、続きまして、スタメンの評価ですね。スタメンじゃない、あ、いいんだね。スタメン評価をまず待っていきたいと思います。まず、篠田監督 7.5。まあ、途中で入れたね、選手が、だいぶ活躍してくれたし、やっぱ、5バックにしてからもしっかり守りきったし、まあ、ベンチワークがすごく良かったかな。で、形にもなってきているしね、戦術がね、板についてきているところもあるし、これはやっぱり篠田監督、の采配と戦い方が良かったのかなと言えるのではないでしょうか。で、川田選手 7.5 です。まあ、川田選手ね、今日ね、ビッグセーブも1本あったけど、まあ、
2失点してるっていうものの 7.5 っていうのはビッグセーブが1本あったっていうところと、あとキックがとにかく安定してて今日ほぼロングフィード合ってたんじゃないかなっていうところですね。その得点になった3点目、決勝点のきっかけになったセットプレーも川田選手のロングフィードからですし、まあそれ、まあ試合途中のロングフィードとかも全部ほぼ合ってたんだよね、味方に。だからすごい今日はキックが安定してた印象。そんな中でも、まあそんな中だからこそというか、キックが安定してた上に1本ビッグセーブ、キーパーとしてのしっかり明確な役割もこなしたっていうところで 7.5 です。で、須貝選手も 7.5 ですね。まあ須貝選手も相変わらず対人はすごく強さを発揮してくれていたし、今日は、まあ、シュート3本と一番打っているっていうところですね。攻撃参加もたくさんしているし、非常に良かったかなというふうに思います。で、井上選手8、まあもうまずゴールをしているっていうところと、あと守備のところで、まあ、ちょっとね、なんだろう、前半後半ちょっとこう序盤の方は、序盤から中盤にかけてはそんなにこう、まあ、失点シーンの桜川ソロモン選手にね、前向かれたシーンとかもそうだけど、ちょっとやっぱ後手を踏むシーンが多かった気はした。ただアディショナルタイム6分がすごくもう全部勝ってた競り合い、まあ、ソロモン選手がスタミナがちょっと切れ始めてきたっていうところもあったと思うけど、競り合いにバンバン勝ってたし、しっかりディフェンスが本当に光っていたかなっていうところで、一気にグッていう、やっぱ最後締めるってところで一番発揮してくれた、そのディフェンダーとしての能力をっていうところで8をつけさせていただきました。まああとはゴール、やっぱゴールはね、別に綺麗なヘディングとかではないけど、ゴールをしたっていう事実は残るわけで、で井上選手その前にもシュート1本打ってんだよね、ヘディングでね。うん、だからシュート2本今日は井上選手打ててるし、そのうち1本がゴールになったっていうところで、最後はディフェンダーとしての役割もしっかりこなしてくれたっていうことで8ね。でマンシャ選手6、9大点。ちょっとね、マンシャ選手は、まあ、失点に絡むシーンが2度あったっていうところではあるんですけど、まあ、その他もちょっと危険なプレー、やっぱりヘディング、その1失点目のコーナー、フリーキック、直接ちょっとソロモン選手に競り負けて、うまく競れなかったっていうところと、まあ、あれはファウルだと思うけどね。とそのセットプレーを与えたきっかけもマンシャ選手が、まあ、遅れて行き過ぎてしまって与えてしまったファール、フリーキックなですよね。だからそういうね、ちょっと荒っぽいところが今日は見えたかなっていうところで、ちょっとマイナスプレーが先行してはいたんだけど、徐々にこう試合時間が経過するにつれて安定してきていたので、まあ、9大点プラマイゼロで6とさせていただきました。で小林選手 6.5 です。まあ、小林選手ね、ちょっと最近、クロスのをするシーンがあんまり見受けられなくなってきているから、もうちょっとやっぱり、いい形で攻撃に絡んでほしいなとは思いますけど、まあ、今日は、まあ、その悪いところ、前節はすごくこう、簡単に突破されるシーンとかが多かったり、ファールも多くて、ちょっと不安定だったんだけど、今日はそんなことはなくて、落ち着いた守備もできていたし、そんな中でも、どこだっけな、長谷川選手と綺麗にワンツーでかわして、でクロス上げようと見せかけて中にショートパスで折り返してっていういいシーンが1本あったと思うんですけど、まあそういったところで、まあいいシーンの方が若干目立ったかなっていうところで 6.5 です。で松本選手7、松本選手良かったね今日ね、非常に良かった、まあ非常に良かったよ守備攻守にわたってね。ただちょっと後半、まあ、疲れてきてからかな、ちょっと雑になってきたかなっていうね。まあ、ボール奪って松本選手にパスが渡った時にちょっと焦って適当に蹴ってしまう感がちょっとあった。まあ疲れもあっただろうし、岡山のプレスも軽減してたからだろうけど、まあそこはそこをもうちょっと落ち着けてればいいなっていう、だからプレーが若干雑になったところはあったんだけど、でも総合してみれば松本選手は前半からかなりいいインターセプトとかタックルもすごくよく成功させていたと思うしね、非常に守備での貢献がより大きかったかなと思います。で、品田選手9、まあこれはイヤズモかなです。2ゴール1アシストとおいうこと。しかも2ゴール1アシスト、セカンドアシストも息ついてるしね。1点目なんか多分あれ、ゆっくりスローで見たら、多分品田選手の足に当たって、で、それが宇高選手にこぼれてるんで、まあ一応セカンドアシストっていうところを俺はつけさせてもらいましたけど、まあとにかく9でしょうね。ただ、
ただやっぱりちょっとプレーが荒い雑っていうところはやっぱり何度も見受けられたので、そこをちょっと直してほしいなと。そういう雑さが今後、今シーズン失点をのシーンというか失点の原因になるシーンが何度か絶対これ出てくるなっていうぐらいちょっと危険というか雑なプレーが多いので、まあ激しさとかはあってね、いいとは思うんだけどね、そこちょっと落ち着いてほしい。まあ、まだ若い選手だからね、松本選手も品田選手もね、どっちもレンタル組っていうのがまた困るよね。甲府のボランチは一生安定しねえのかっていうね。だってこの2人が活躍したらもう多分いなくなるでしょうよ、戻っちゃうでしょうよ。だからちょっとそこは甲府が安定しない、ボランチが安定しないっていうのはちょっと不安ではありますけど、でもいい、今シーズンはもうこの2人にねもう頑張ってほしいなと。まあ佐藤選手が復帰したらまたそれもねいいしね。でまあ土肥選手とかもいるし、まあ、全然出てねえけど試合に、いいな。だからまあ品田選手はね、そこまあそれを抜きにして今日は完全に3点に絡んでるからそれは9だろうっていうところですよね。ただ 9.5、10じゃない理由はやっぱりその雑さがあるからっていうところかなと。だから完璧ではなかったっていうところで9ですね。鳥海選手 6.5、 鳥海選手もそうね、やっぱオンザボールのところであのちょっと活躍は今日そんなになかったけど、その地味なポジショニング、地味なと言ったら失礼なのかもしれないけど、まあ、ポジションの取り方とかボールの受け方、そういったところで、さっきのこうゴールシーンの話でもあったけど、まず1点目だって鳥海選手が三平選手に早く縦パスを選択したことによって、まあ、それがね合わずにキーパーにキャッチされたけど、そのキャッチしたキーパーがアンカーにボール出してそこから詰めてボール奪ってたから、きっかけになったっちゃなってるし、やっぱその縦を選んだことがねだし、3得点目もあの鳥海選手が受けたファールだし、そういうこう間接的にすごい得点に絡んだりしてるんだよね。でもやっぱりこう目立ったところでの活躍はそんなに多くはなかったんで、まあ、6.5 と。で三平選手も 6.5 ですね。まあ、三平選手もさっき言ったけど、やっぱもう前線からのプレスもうここに尽きるかなといったところではありますし、それが得点、相手のミスを誘ってコーナーでの2点目の得点に結びついてるし、やっぱこういうプレーでプレスバックも多いし、本当にこういうなんだろう、汚れ役をすごいしてくれる、素晴らしいなと。今日もそれが素晴らしかった。で長谷川選手も 6.5、 ちょっと今日長谷川選手がね、キーパスも1本もなかったりシュートも1本もなかったりしたんだけど、まあこう要所要所でこう周りとこううまく連携して、うまくボールをキープするシーンなんかもあったんだけどね、まあただそういう目立った関わり、シュートへの関わり、攻撃の関わりが今日は少なかったかなっていうところではありますが、小さなこう良いプレーはたくさんあったので 6.5。 宇高選手も 6.5、 ちょっとねやっぱ宇高選手競り合いがだんだんやっぱ弱くなってきていて、ボールキープが全然できてない、すぐボールを奪われてしまうってシーンが結構あって、そういったところではマイナスだったけど、でも結果的にキーパス3本でアシストもついてるし、やっぱ結果的に、まあ、攻撃の軸になってるんだよね。まあ、例えば10回宇高選手にボール入ったら8回奪われるけど、でも2回でシュートチャンスを演出してるみたいなね、そういう、まあ、極端に言えばね、8回奪われるはないか、言い過ぎか4回奪われて、4で4回は、まあ、奪われないけどバックパスとか一旦落ち着かせるプレーで、残り2回はシュートに結びつくプレーができてるみたいなね、なんとなくの割合で言うとね、そういう感じなので、まあ 6.5 かなっていうイメージですね俺の中で。その悪いプレーが先行したっていう風に思う。で、まあ、前線で、まあ、ボールキープしてくれればありがたいけど、別に失点につながるようなミスとかでもないしねっていうことを考えると、まあ甘いのかもしれないけど、まあ、もっと本当はキープしてほしいし、ボールやっぱ前線でね、フォワードがボールキープできればチームに時間ができるわけでね、すごくありがたいからね、いいんだけどね、それがちょっともうちょっとできてほしいなとは思いますが、まあそこはできなかった。ただキーパス3本で周りを生かすプレーはできていたってことで 6.5 で、ベンチ評価、関口選手6、山本選手6、まあ、この2人は、まあ、入って良くもなく悪くもなくっていうねところで、しっかり抑えるところは抑えれてたしね、安定していたかなと。で、まあ、荒木選手は10分未満なんで評価点なしで、松本浩平選手もわりかしこう前線でプレスをね
宇高選手にやっぱ変わって入った一つの、まあ、違いとしては前線からハイプレスをかけれるようになるというところで、その時間帯に変わって前線から追いかけ回されるとね、相手は嫌だろうし、そういったところでの地味な貢献はあったのかな。であとボールを受けた時にね、時間を作ってくれる、まあ強調と奪われるシーンも何度かあったけど、時間を作れるシーンも何度もあったんで、まあ9大点プラマイゼロかなっていうところ。ジェトリオ選手が 6.5 かな。守備での貢献がでかかったって俺はやっぱり思ってます。さっきも言ったけど、今回右サイドハーフだ。この選手すごいね。右も左も中央もできるんだね、フォワードとして、ね、で守備がね、今日本当に守備のなんだろう、貢献が大きかった。しっかり足出してボールに触れたりとか、相手ボールホルダーに対して自由にさせない、っていうところが何度か見受けられて、まあ本当に守備で貢献したっていうところが大きかったかなと思うので、まあ、6.5 とさせていただきました。はい、ということで、今ふと思い出したんですけど、俺岡山の印象喋ってなかったけど、まあ、岡山はもう俺の印象ではセットプレーが強いっていう印象ですね。まああとは、まあ俺が個人的に桜川ソロモン選手がめちゃくちゃ好きなタイプっていうね、もうルカクだよね、和製ルカク、前線で体張れる選手、ポストプレーヤー、空中戦の強さ、いっちゃん好きなタイプだね。もう甲府に来てほしい。ああいうフォワードはもう見たい。また見たい。ワントップが。と思いますが。次回のまず対戦相手ですね。こちらになります。3月26日日曜日の15時キックオフです。アウェイ。水戸ホーリーホーク戦ですね。まあ水戸は秋葉監督から変わったんで、ちょっとどんな感じかわからないですけどもね。頑張ってほしいなと思います。で、今回の日程結果の方をちょっと見ていきたいんですが、もうこれは次節のあれになっちゃっているので、第5節 J2 第5節を見ていきましょう。また、静岡ダービーは、2対2の引き分けになったということですね。清水はずっと引き分け、 5試合連続引き分け、珍しい。水戸1-1、町田強、町田強。まあメンバーがな、ほんとマジどうなってんだってメンバーだからな。いわき強。いわきも強い。いわきってさ、有名な選手っていうか、キーパー高際選手。へぇー。あと俺の知ってるような選手は特にいないか。すごい。で、日本人ばっかりじゃんね。すごい。チーム力が強いんだろうな。で、栃木が、大宮は全然ダメじゃんね、今シーズンも。高萩選手って、今栃木にいたんだ。大宮、浦上選手は出てた？出てる。浦上氏、帰ってきてくれよ。まあでも大宮ホームだもんな、浦上選手はな。仙台は勝って、金沢強。5点取ってる。トゥエー。金沢ってまだ柳下監督？でした。なるほど。あとベルディ強え、上福さん5点取ってる。藤枝、いいサッカーしてたんだけどね、完全に。おお、そうなんだ。いやー、藤枝このゴールキーパー、北村海チディチディチディ北村海チディチディ。いやー、そうか、藤枝いいサッカーしてたけど、ちょっとやっぱり難しいか。難しいね。簡単じゃないね。で、甲府も勝って、長崎、大分。ちょっと順位表そろそろちょっと気にしていきたいよね。J1 ヴィッセル1位なんだ。町田、大分、秋田が負けなしなんだね。あとは清水が負けなしか。なんだけど、町田、大分、秋田。甲府6位まで上がったんだ。ウェイ。ウェイ！ここ4試合負けなし。開幕だけしか負けてない。強い、甲府強い、甲府強い、甲府が帰って、でも6失点って。いや、6失点って、ちょっとそうか、そんな失点してるか。で、次の水戸が、20位か、水戸はまだ未勝利。清水、徳島、徳島どうした？
清水と徳島がまだ未勝利か、そういうチームにこう振って負けるんだよね。あるあるじゃないけどさ、連敗中のチームとかさ、ちょっとやめてほしいよねそれね。強町だ、10得点1失点ってなんじゃこれ、なんじゃこれ。まあ、甲府はまあでも7点あの5試合で7点取れてるし、まず1点1試合平均得点、まあでも この試合がでかかったよね、結構普通に。まあこの試合の前までも4試合で 4得点ってことですから、1試合1点以上は取れてるペースだしね。ただ失点が1試合 1失点以上してるっていうところもちょっと嫌だけどね。珍しく甲府は塩試合製造機からこうランダ戦製造機になりつつあるけど、ちょっとそれは嫌だな。俺は塩試合の方が俺はいいな、個人的には。心臓に悪いじゃん、得点がバン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 入る試合って。サッカーにおける、まあ楽しいのか、客観的に見ると楽しいか、でもさ、応援してるサポーターは嫌だと思わない。それは俺のあれか、いい人もいるもんね、それはね。それは分かんけど、分からんけど、でも水戸戦もしっかり勝って3連勝、もうここからバン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 強い攻防を見せていってほしいなと思っております。それでは本日はこの辺で終わりにいたしましょう。ではまた来週、ありがとうございました。ほじゃ、あちゃよ。